ワンコワンコ。どうも皆さんこんにちは、ケンです。じゃあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。実はですね、僕がいつも行ってるキャンプ場が結構桜で有名なところなんですよね。まあ桜公園というか、まあ、桜が咲いて桜の時期はテントを張ることができない、キャンプをすることができないんで、最近そこに行ってなかったんですけれども、そろそろその規制的なやつが解除されてるんで、今回はそこに行って、なんとですね、映画を見ようかなと思っています。最近知り合いの YouTuber さんと、鹿児島に、キャンプしに行ったんですけれども、やっぱ楽しいね、キャンプっていうのは。魚をこう口に刺したりして、今多分写真出てると思うんですけど、いいねこういうの。魚を口に刺したり、肉をさこう焼いたりしながら映画とか、自分の好きなね映画とか見たら面白いやろなと思って、最高やろなと思って、で今回は外で映画を見るためにキャンプ場に行っています。ということで今回はキャンプ場で映画を見るための道具というか設備というか、そういったものをご紹介したいと思います。なのでまずはキャンプ場の方に向かいたいと思います。はい、ってことで準備できたんですけれども、スクリーンの代わりになるタープを貼るためのポールを今日忘れちゃったので、この木とこの木に、ロープをこう結んで、その結んだところのこの間に、ここら辺にドドーンと、タープを、ロープで吊り下げる方式でやろうかなと思います。こういうところで、ででん、青空映画館の出来上がりです。ででん。いや、なかなか良くないですか。なかなかこう様になってないですか、これ結構。よいしょ、ちょっと触ってみよう。よし、ここでこう焚き火をしつつ、これ映画を見るという感じですね。はい、ということで早速なんですけども、今回使う、プロジェクターを、ご紹介したいと思います。今回使うプロジェクターはこちら、ででん。アオディの、モデルが、D13 というものを僕は買いました。こんな感じですね。ディディーン、ポータブルって感じですね。ちょっと開けてみます。箱の中には、プロジェクター本体、これが、プロジェクター本体です。でここにねタッチパネルがあるんで、こうやって操作できる感じですね。で箱の中にはまず、説明書、このように日本語でも書かれています。その後はもう簡単な付属品ですよね。電源コード、コンセントから充電するタイプになります。僕が買ったのは一番最上位モデルなんですけど、このプロジェクター3つモデルがあります。で僕が買ったのが一番上のモデルなんですけど、下2つのモデルは、USB でも、充電できるそうなので、そういったところもちょっと後で、ご説明します。付属品が、充電ケーブルと、HDMI ケーブルですね。HDMI ミニとかマイクロとかじゃなくて、通常タイプの HDMI が入ってます。それと、ミニ三脚が入っています。でこれプロジェクターの下の部分にここにネジ穴があるんで、こうやって接続して、こうやって三脚で立てる感じですね。最後にリモコンが付属しています。リモコンとこれは、プロジェクター本体を入れる、収納袋ですね。でリモコンには、電池が必要なんですけども、電池は入っていませんでした。そして今日電池を持ってきていないので、リモコンは使うことができません。今日の晩ご飯はこちらです。魚と、豚肉ですね。はい、それではですね、日も暮れてきたので早速、プロジェクターの電源を入れて、どんな感じに映るのか試してみましょう。いきます、スイッチオン。はい、着きましたね。スマートプロジェクターアオディン。はい、ということで着きました。ででーん、こんな感じでございます。ですね、こんな感じです。もうここからですね、これが、プロジェクターですね。これがででーん。でこちら焚き火でございます。でこのプロジェクターで映している画面が、これですね。こんな感じの、画面になっています。
カメラ越しじゃちょっとシワシワになっててちょっと見えづらいかなと思うんですけれども、肉眼ではそこまで見えづらいことはないです。この、プロジェクターの特徴なんですけれども、実はこれあの Android 搭載なんですよ。ここ見たら分かると思うんですけど Google Play が入ってるんですよ。なんで、アプリを Chrome とか、プライムビデオ、 Amazon プライムビデオとか Netflix とかも入ってるんですけど、ですね、もちろんあの LINE とかも、ダウンロードできます。 Android のスマートフォンに、プロジェクターがついてると思ってもらって OK です。なんで、この Google Play を、クリックすれば、Google Play に行って、好きなアプリをダウンロードできるという感じでございます。ということで Android 搭載の、プロジェクターという風なんですけど、じゃあどうやって操作するんやと、あのリモコンがねあるんですけれども、今日は電池持ってきてなくて使えないのでどうやって使うのという時にですね、こちらですね、ここがですねタッチパッドになってるんですよ。なんでこうですね、こうやって触ると、僕がこうやってタッチパッドを鳴らせるとこんな感じでカーソルが動きます。なんでもうこれだけで、実はもう操作できちゃうんです。全部まずはこのプロジェクターをインターネットに繋げてみます。僕はですねモバイル Wi-Fi を持ってるんでモバイル Wi-Fi に繋げたいと思います。でパスワードね、こうやって入力するんだけど、このパスワード入力するときもここでね、あのカーソルを動かして入力します。でテザリングでもいけるはずなので、とりあえずですね、ネットワークにつないでみましょう。ということでネットワークにつなげました。これでですねこのプロジェクターは、インターネットに接続している状態になります。なんですね、Chrome これを開けばもちろん、インターネットこんな感じで出ますし、完全にも僕のアカウントと同期してるんで、僕のアカウントが出てますし、プライムビデオを押せばプライムビデオ見れますし、ネットフリックス押せばネットフリックス見れます。じゃあちょっと試しにですね YouTube を見てみましょう。ほい。でこれもですね僕のアカウントと、同期しているので、僕のアカウントで今、見てます。なのでちょっとですね、マイチャンネルの方を見てみますか。ではですね早速ちょっと僕の動画ちょっと再生してみましょう。これ僕のね、動画が一段が出てるんですけど、これこれネイチャーハイクの10万再生ぐらいかな、のやつをちょっと再生してみましょう。見るとこんな感じです。ドゥドゥン。はい、今回紹介するのはテントなんですけれども、はい、こんな感じでですね、見れます。で、音はですねこんな感じで、ここから出てます。この下にねスピーカーがあるんで、こんな感じで出てきます。なんで、本当これだけで、音も出せるし、まずはこのテントの特徴をさらっとご紹介いたします。1つ、なんでですね、これ、今ですねこうやって映してるんですけれども、スピーカーもこいつについてるんで、これ一つ本当にこれ一つだけね、外に持ち運べばこんな感じで、見ることができます。映像をこれはね YouTube なんですけれども、すごくないですかこれ、めっちゃ良くないですか。ではですね次に、Amazon プライムとかちょっと開いてみますか。はい、こんな感じでですね Amazon プライム、開けております。著作権の問題で動画を再生することはできないんですけれども、まあ、こんな感じで普通にもうもうパソコンっていうかもうあの Android なんで、もうパソコンと同じような感じで、もうプライムビデオも見れますし、 Hulu とかもね見れますし、設定の項目なんですけれども、ネットワーク、Bluetooth、午後の入力、その他とか、デバイス情報、日付と時間、音、投影設定とかねいろいろあります。でここら辺はねまあいいと思うんですけれども、で、注目したいのがこの投影設定なんですけど、ファンの風速とか、投影モード、あと傾きというか歪み補正ですねとかね、画面の明るさ、そして、色温度の調整ということなんですけど、僕が注目したのがこの投影モードなんですけど、これは何かというとこんな感じでですね、ででん、フロント天井吊り投影、リア天井吊り投影とか、これは、今普通にもう正面に置いてるんですけど、まあ、天井にね置く時とかはこれを逆さまに、これをねこうやって逆さまに置くじゃないですか。その時にこの絵というものを自動でね、こう反転してくれたり、そういった機能もついてます。なかなかあの高スペックな、プロジェクターじゃないかなと思います。Bluetooth なんですけれども、このプロジェクターは Bluetooth をつなげることができます。どういうことかというと Bluetooth のスピーカーですねに、つなげることができます。さっきはですねこのプロジェクター本体から音が出てたんですけども、別個に、Bluetooth のスピーカーを用意すればそこから音を出すことができるんで、音の問題も解決できますね。端子なんですけれどもこんな感じです。USB が2ポート、そして真ん中にイヤホンのジャックがついてます。でこのイヤホンジャックに、イヤホンを差し込めばもちろん、イヤホンで音を聞くことができますし、AUX ポートがある、スピーカーとかそういったものも、使えますね。これでと HDMI ですね。で HDMI に関してはマイクロ HDMI とかミニ HDMI じゃなくて、通常の大きさの
HDMI がついてます。まあ、あとはそのぐらいかな。あとは SD カードを入れる穴がありますね。で、電源コードと、これがですね、マニュアルのフォーカスですね。この画面のくっきり映ったり映らなかったりするやつですね。あとは電源とか、もうほんと簡単な感じです。こんな感じですね。かっこいいですね。で、三脚穴が下についている感じです。じゃあ早速ですけれども、僕の好きな映画を見つつ、肉でも食いましょうか。ですね、このプロジェクターは Android が搭載してるんで、このプロジェクターだけで YouTube を見たり、プライムビデオを見たり、Netflix を見たり、何でもできるんですけれども、ちょっとね、めんどくさいなと思う方がいると思うんですよね。そういう時は、iPad だったり Android っていうのを、このプロジェクターと接続します。じゃあちょっと試しにやってみますね。今このプロジェクターはモバイル Wi-Fi につながってます。で、この iPad も同じモバイル Wi-Fi のネットワークにつながってます。そうするとですね、ミラーリングというものをできるようになります。やってみると、はい、簡単ですね。もうワンタッチでできます。iPad に映ってる、画面っていうのがそのまま、プロジェクターに映されるようになりました。もう完全に一緒ですね。 iPad をこうや横にすると、横ほら、なんで、iPad でちょっとじゃあ YouTube を開いてみましょう。するとこんな感じで iPad の映像がもうそのままミラーリングですね。こんな感じでできます。 iPad をこうやってスクロールすると、こうやってほら、こんな感じでできます。これはですね、 YouTube だけじゃなくて、全てのアプリができるんで、例えば ABEMATV とかですね、 ABEMATV を開きましょう。 ABEMATV を開くと、はい、こんな感じですね、大画面で、ニュースだったり映画を見ることができます。これはですね、 iPad とか iOS とか Apple の、製品だけじゃなくて、 Android のスマートフォンでも同じことができます。とね、タープの大きさがもうこれが MAXMAX なんで、もうこれ以上ちょっと大きくすることできないんですけど、160インチまで、投影することができるそうです。でも逆にですね、160インチまで、大きくできるけども、逆にですね、ちっちゃくもできるんですよ。ちっちゃくすると、ほら、これ持っていってるんですけど、ですね、このぐらいかな、32インチぐらいかまだできるんで、距離としてはこのぐらいですね。ほんと50センチぐらいの距離があればもう使えるっていうことなんで、これテントの中とかでもね、こんな感じ、もうどこでもこうやって地面とか、ほんとどこでもいいんで、しかもこうやってね、電池バッテリーで持ちますので、なかなか楽しいっていうか、こうキャンプの幅が広がるなと思って、めちゃくちゃいいなと思ってます。冒頭にも述べた通り、このプロジェクターは3種類のプロジェクターがあります。これが、今ね、プロジェクタースクリーンに映している、購入ページなんですけども、この2つのタイプですね、このシルバー、この今映ってる2つのタイプと、38,000 円のタイプと、39,900 円のこのタイプがあります。で、僕が買ったのは、これですね。で、違いを簡単にまとめてるんで、違いはこちらの方をポンと、ご覧ください。僕はですね、何も考えずに、USB で充電できるんやと思ったんですけど、このタイプ、一番高いやつは USB で充電できないそうです。下の2つのモデルは USB で充電できるそうなんですけれども、僕が持ってるやつは、USB で充電できないと。ボルトが 12V ということで、コンセントとかからしか、充電できない、とのことなので、注意してください。僕が簡単にまとめた表を、今貼ってると思うんで、購入する際はこちらの表の方を、参考にしてみてください。ただし、今お見せしている表は僕が簡単に作った表なので、少し間違い等々あるかもしれないので、購入する前に自分できちんと調べてから、購入してください。ってことですね、毎度おなじみモロケンのフリートークなんですけれども、もうね、何も言うことないね。まあさ、ちっちゃいプロジェクターがあるというのを知ってたんですよ。で、キャンプに使えるということも知ってたんですけど、まあ、なかなかこう手を出しづらいというか、まあ優先順位は低かったものなんですけれども、この間僕は鹿児島に友達の YouTuber と、鹿児島に行ったんですけど、その時ね、プロジェクターあったらいいなと思っちゃったんで、もう購入した次第なんですけれども、いや、めちゃくちゃいいですね。いやー、マジでなんかね、またこのタープに投影してるこのね、後ろ上がこれ桜の木なんですよ。これ桜の木で、まあもう
先週までで終わっちゃって桜はほとんど残ってないんですけれども、まあこれがね桜の木とか、紅葉の季節とかね、そういう時だったらまだいいですよね。まあ、映画とかねダウンロードして USB で再生したり SD カードに入れとけるんで、まあ、あとはねあのスマートフォンと、ミラーリングできるんで、まあスマートフォンとミラーリングができるんで多分ほとんど何も本当に用意することなく、楽しむ映像とかね写真とかを楽しむことができるんじゃないかなと思います。ただね、気になると思うんですけれども、これシワシワタープがねシワシワなんで、まあまあもちろんシワシワになっちゃうのは仕方ないんですけど、別にタープを使う必要はないんで、白かったりてか何でも、平べったいところだったら何でもいいので、まあ、別にタープでもいいし、まあ、テントでとか何でもいいんですよね。で先ほどお見せした通り近くでもね、投影できるんで、テントの室内とかでもね、使えると思うんで、これ本当に1個あったらめちゃくちゃ便利ですね。で、今これスピーカーはプロジェクター内蔵のものを使ってるんですけど、結構大きな音がするんで、もうこれ本当1個だけでいいんじゃないかなと思います。ってことでね、動画そろそろ終わりますので、この動画も終わりましょうか。ってことですね、今回は、プロジェクターポータブルプロジェクターの紹介でした。こういう先は、概要欄の方に貼ってるんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ってことで今回の動画はこれで終わります。ではまた。